組み出だしの方をね、走ってきたんですけど、はい、今回はですね、ボディのね、あの前田資料がね、違うあの感じに合わせてやってるんですけど、最近、まあ、こっちがね、多分6ぐらい出してて、でこっちが3ぐらいなんですよ。でそれでね、カーペットなので、やはりあのテストした方がいいかなと思って、まあ、一応2種類やっていきたいと思います。まあ、前出しすることによって、やっぱ初期入るのが早くなるんで、僕の感覚だと。なので、まあ、カーペットだとね、まあ、どう出るか分かんないので、一応やっていこうと思います。はい、6ミリ出しの方をね、貼ってきたんですけど、まあ、やっぱり初期入ってね、リアがね、ちゃんとついてくれる印象のある、やっぱ前出しなんですけど、まあね、タイムは、こんな感じです。34周の5分8秒ですね。はい、ベストラップは8秒86。じゃあ次はね、前出しが少ないね、3ミリの方でいきたいと思います。果たしてタイム上がるのかな。はい、続いてね、3ミリの方やっていきたいと思います。気になりますね、どうなるか。はい、これがね、0.3 ミリ出しの3ミリ出しの動機のタイムなんですけど、やっぱ34の5分8の192って書いてるんですけど、さっきのやつは253なんで、若干早いですけど、変わんないですよ、ほぼ。ベストも8秒875と8秒886なんで、全然変わんないです。はい、でもね、フィーリング的にはやっぱ3ミリ出しの方が曲がんないんですよね。でも前はね、引っかかんないんですけど、まあでも僕が走ってる感じで MST さんだったら出してる方がやっぱ断然いいと思います。まあ向こうでね、現地であとは試すだけです。そんな感じでした。